母ちゃん来たぞ。あー、なんで来るの？ちなみに今日のサンマですが、岩手の友達からもらいました。今岩手の大船渡っていうところでバーをやってるんですけど、もしお近くの人がいたら行ってみてください。アナザーワールドバーケージっていう店です。これは、あ、そのビールで使うんだよ。これワイン、ワインカルピス。カルピス、まあカルピスの中にいるよね。はい、カルピスがブロージュースになってるのかしら。はい、味付けのり。はい、ありがとう。ご飯をついてもらおうかな。ご飯？この中に入れてくれる？たくさん？たくさん、うん、ちょっとでいいかな。ちょっとずつ食べよう。ちょっと待って、下に垂れてるところがあって、なんかももちゃんのお母さんや。もうちょっとかな。はい、ありがとう。あと、まずとこっち。あ、ももちゃんもご飯いるんだったよ。これだけ食べれると、食べるとこでなんか危ない。父ちゃんと一緒ぐらいの方がちょうどいいかもね。ご飯がなくなってきたぞ。すごいいっぱい食べたの。ももちゃんっぽいな。だって父ちゃんじゃて。母ちゃんが行ったとこ大丈夫かな。一緒に食べてもよかったんですよね。うん、母ちゃんも魚大好きだって一緒に連れてこればよかった。お刺身どれ食べてもいいか。これ何か分かる？タコに。あ、そうか。そうじゃん、これ食べてもいい。うん、マグロ最後の一個。あ、女性がエビちゃん持っちゃった。これはまだチューって知ってなかったみたい。あ、もう知ってるかな。そう、あ、実際の上まだたっぷりある。たっぷりある。みんなにもあったっぷりくれる。どうしたっけ。じゃあ行くよ。何それ。のり。あとで歌を歌ってあげようか。歌った。何の歌を歌えるんだ。トンボの目覚めはもう終わったけど。セブンイレブンの歌。セブンアイアンホーミーでしょ。なんでセブンアイアンホーミーってあーって笑うの。みんなわかるかな。簡単な歌で、なかなか見つからない花。ん？なかなか見つからない花。うん、やっとか。咲いた、咲いたチューリップ。これなかなか見つからない。それチューリップ。チューリップの花が。あ、チューリップがなかなか見つからんってこと？まあ、今は見つからんかもね。じゃあ、歌おう。せーのがさ、めっちゃんこ、めっちゃんこ、めっちゃんこ、あられ温度でちゃちゃちゃ、ペンギン村に火がとっこにゃ、ビッタ三倍くらいこってごっこ、めっちゃこいだ。出ちゃった。ぽよよれほい。じゃあ行くよ。せーの。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア皆さん。ハッピーバースデートゥーユー。なんでちょっとこれでやったの。じゃあ。ありがとうございます。
あ、そうしようか。先にご飯食べてからがいいかな。ね、今歌ったら母ちゃんみたいにゆっくり食べれなくなるよ。母ちゃんいつもゆっくり食べれんけどね。ねえ、ここにシャボンでも出せたら危ないよね。ちょっとこれを置いてば。あ、これで。お餅だ。塩かけて食ったのはゴリゴリってやってみる。じゃあね、これ持ってこい。で、これゴリゴリやれるの？あ、ここに？え、じゃあできるできる。でもまだたくさんあるね。まだたくさんある。何十年ぐらい使えるの？何十年使えるの？何億年か使えるかもしれない。また見てね、バイバイ。